サッチーさんって出身地どこですか？サッチーの出身地は愛知県だよ。レゴランドがあるところだよ。やっほー、サバイバルのプロです、サッチーです。今日はね、デザートアイランドサバイバルというゲームで遊んでいきたいと思います。あとね、今日はね、目が覚めたらこんなちっちゃいね、島の上にいました。まあ、せっかくね、遭難してるっぽいので、今日はこの島を大きな大きなね、素敵な町に開拓していきたいと思います。じゃあまず早速ね、このゲーム木が大事みたいだから、下にあるね、木をどん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 刈っていきましょう。お、なんだって、島が小さすぎる、もっと木を植えるために島を拡張する必要があるって言ってるね。ここに道を作りなさいって矢印出てる。ポチ、お、できたできた。なるほど、島を大きくしていくと木材集めれる場所も増えるんだ。わー、どうした、なにこれ、大丈夫？ほら、溺れてる人たちを救出しないと。大変だ、あそこにサメに襲われてる人がいる。今すぐ助けに行かないと。どうしたらいい？まずは建設で船着き場を作ると。ほん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 、ここでいいのね。オッケー、今すぐイカダを作れ。だってイカダが木材20個、おー、ちょうど作れる。じゃあこれにジャンプして乗って今助けに行くぞー。待て待て、ちょっとサメどいて、やばい、ぶつかる危ない。おー、たたたたたた、えいしょっと、ちょっと待って、なんかサメに襲われてんだけど、ちょっとどうしたらいい、どうしたらいい、怖い怖い、これちょっと待って、やっつけるしかない、やっつけろ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 、あー、ガラッとガラッとダメだ、無敵っぽい、ちょっと逃げようぞ、ビューン、うわー、追っかけてきてるあ、消えた、あー、よかった、なんとかね、安全地点まで逃げ切れたようです。いや、野生動物ね、気を抜いたらいけないですからね。お、そして今救助した人がなんとね、私の島で働いてくれてる、労働力確保だ、ありがとう。この調子でどんどん人を助けて労働力を作ってって、サッチー帝国作れるねこれちょっと当初の、あの可愛い村作ろうかなと思ったけど、人をどんどん増やしていけるんだったらサッチー帝国じゃんそうと決まればね、早速新しいね、帝国の住民を拾いに行きましょう。今回はサメさんいないね、今のうちだ。ヘルプ、よし、乗せた。さあ、サメが来る前に帰ろう。到着。さあ、これで新しい住民が、おー、来た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 、さっき救出した人だね。さあ、みんなサチー帝国作るためにね、頑張って働くのだよしよしよし、島もどんどんね、大きくしていこうね。なんか今文字が一瞬出て読めなかったけど、どうやら新しく、あ、お家を作ることができるんだ。おー、すごい。え、なにこれ、かわいいテント、ここにポチッと、出来上がった。で、テントを押して、あ、なるほどね、誰か最初にこのお家に住まわせることができるんだ。あ、じゃあ最初に来たこの方、アメリアさん、テントに入れてあげました、やったー彼がとてもハッピーだってわかるよ。うーん、なるほどね、これでアメリアさんめちゃくちゃ仕事してくれるようになったんじゃない。新しいテントの住民だ帝国の住民、ちょっと待って、じゃあもう一人、もう一人ね、言えない人いるから、この人にもちょっとお家作ってあげよう。こっちで、ここにもクリックして、住民の人にあげると、グウェンさんかな、よし、オーケー、これでみんなやる気みなぎってきたでしょ。お家だよ、お家。じゃあ私はね、早速新しい住民をちょっと確保しに行ってこいかな住民を強制的にね、海から拾って働かせるっていう新しいシステムあ、この人もサメに狙われてる。うわー、今のうちだ、急げー。うわー、追っかけてきてるあ、諦めた。ある程度離れたらサメさん避けてくれるんだね、よかった。じゃあ、あとは安心してね、帝国の方に運んでいこう。さあ、3人目の住民だよー。ふー、とちゃーく、ちゃきーん。3人目の人のお家も、よいしょ、オッケー、セッティング完了。お、新しくね、住民が3人になったところで、
牧草地かなを作ることができますね。こっちの方に作ってポンと。おお、小麦畑だ。農地は植えなければならない。どれが農家にふさわしいか。あ、はいはいはい。農家にも誰かお仕事を割り振らなきゃいけないんだね。誰がふさわしいんだろう。こちらのグエンさんにしよっかな。グエンさん多分農家っぽい。ちょっと待って、これよく見るとキャラクターごとになんかスキルみたいなのがあるみたいだね。グエンさんなんか兵隊マークついてる。多分これちょっと違うな。アメリアさんは木こりの才能がありそうだね。オーロラさん、オーロラさんに、お、なんか農家っぽいやつがついてるぞ。これにしよう。オーロラさん3人目に来た方にちょっとお仕事をねお任せしました。意外と奥が深いね。スキルとかあるんだ。誰、なんだこれ、何ですかこの矢印。あ、すごい。逆にイカダに乗ってやってくる人がいると思ったら、なんか後ろからめっちゃごっつい船来た。何これ、海賊だ。海賊がやってきてる。ちょっと、小麦めちゃくちゃ荒らしてんじゃん。あ、許さんぞ。死ね、あ、死んだ。よかった。意外と弱かった。悪いやつはやっつけたぞ。そこでな、ちょっとね、察知でここも、こんだけ人が増えてくると、自分一人で守るの難しいから、新しい人をね、見張りにつけようと思う。ここ、ポチ。あれだね、見張りにまたね、お仕事してほしい人をお願いすると。さっき見たとき、グエンさんが結構なんか良さそうな感じがしたけど、新しいメンツも来たから一旦確認しとこう。この人、木こりの才能ありそう。あ、この人も木こりか。じゃあグエンさんだね。兵隊マークついてるしきっと強いんでしょう。オッケー、グエンさん意外と女性っぽいけどバリバリのバリキャ。バリキャのグエンさんかっけーっす。だいぶ察知でここも人が増えてきたね。そろそろ料理をするためのねキッチンを作っていこうかな。まずは建築で、これコックの家って書いてあるけどキッチンのことだね。場所は、あ、2マス使うのか。結構広いね。この辺りでいいか。ポチッとな。お、できた。島に料理が上手な人はいますか。だって、いるかな、ちょっと不安。メンソさんに料理を任せました。そなんとね、ご飯を食べる場所も作っていかなきゃいけないらしい。食堂か。おー、すごい大きいな。料理の近くがいいよね。ここ料理屋さんの近くに食堂を作りましたと。かわいい。なかなかおしゃれな天ぷら。あ、早速みんな座って食べてる。さらに人数が増えましてね、ついにサッチー帝国のねシンボルでもあるこのツリーハウスがなんとアップグレードできることになりました。アップグレード、イエーイ。おー、かっこいい。ちゃんと壁ができてる。豆腐建築だけど、全然さっきのよりかいいね。あれ、なんかだんだん暗くなってきた。やばい。これどうなるの？あ、太陽が沈みそう。ちょっと待って、初めての夜が来るかもしれん。うわあ、ちょっと、どうなる？なんかもしかしたら、悪い奴が来たりとかしないよね。海賊が襲ってきたりとかするかな？怖すぎるんだけど。うわあ、完全に真っ暗になっちゃった。やっぱ暗すぎてよく見えん。焚き火がないと生活できないね。待って、住民どこ行った？あれ、みんな？え、そうやって寝るの？焚き火の近くで寝てるね。かわいい。うちの住民たちみんなかわいすぎんか？でも夜はこれでね、誰も働いてくれないっていうのが分かっちゃったね。最後のお仕事の人も終わってしまった。みんな寝ちゃった。どうしよう。やることない。働けって話だけど。仕方ない。なんか夜の海にちょっと出かけてみようか。怖いものいたりしてね。キュキューン、行くぞー。そういえばさっきからね、この海に落ちてるね、木の箱ちょっと気になってたんだよね。近づいてみよう。せっかくだから開けてみましょう。よいしょ、ピッコ。おい。わあ、板が手に入る。これすごいじゃん。木なんか切らなくても、この箱を開けていけばいいんだね。え、なんか来た。なにこれ。 UFO じゃない。なにこれ。なんか怖い。めっちゃ照らされてる。なに。あ、青いの消えた。なんだったかよくわかんない。また来た。なんか下に水色のがいる。これか。
何かわかんないけど水色のクラゲ謎の生き物がめちゃくちゃ下から追っかけて私のね、イカタを照らしてくれてるの。すごいじゃんこれ。明るい、助かる、ありがとう。Thank you クラゲちゃん。暗い意味でもね、君がいたから助かったよ。そして長い夜が明けて朝日が昇ってきた。二日目。わー待って、ちょっとなんかすごい大きな雲がやってきたと思ったら、わーすごい雨降らしてきて、なにヘリコプターがやってきたよちょっと待って、一度にいろいろ大きすぎだから、待って、なにこれ、ありがとう。あー落ちちゃった。すごく恵みの雨だ、ありがとう。めちゃくちゃピンポイントで降ってるけどどっか行った。そして雲が、で先ほどなんかね、飛行機からアイテムもらったんだよね。わーおー、すごい木たくさんゲットできた。え、これでちょっとまた島の方が拡張できるね。いやー、朝になったから村もねすごい活気づいていい感じですね。よしよし、ちょっとお金があるうちにどんどん島を大きくしていこう。よっしゃ、そろそろねこの牧草地っていうのをちょっと作ってみようかな。ずっと気になってはいたんだけど、なかなかね手が出なくて。わっ、4マスを使うんだ、結構贅沢だね。まあいっか、これをポチリと。かわいい、羊ちゃんだ。ちょっと待って、もう1個建てれるからこれ2個つなげちゃおう。よし、オッケー、これでポチリと。あ、いい感じだね。羊さんもお世話係の人をちょっと決めなきゃいけないね。今このサチ帝国深刻なね食料難だからさ困ってんだよねいかにして食料を確保していくか。よし、あーついに2日目の夜か。ちょっとみんなね今日はめちゃくちゃ働いてくれてたからね、ゆっくり休んでほしい。あれ、なんかちょっと待って、下で寝てるやついないちょっとお兄さんどこで寝てるんですかいや、どこで寝てるんですか本当になんでこんなとこで寝ちゃったの、もうどういうこと髪の毛もないしさ、どうなっちゃってんの。まあそこで寝れるんだったら全然いいんだけどね。じゃあみんな本当しっかり休んでぐっすり寝てね。おやすみ。3日目、見てください。だいぶね、島、拡張できてきたと思いませんか？ご飯もね、ちょっと食料難だったんですけど、キッチンをレベルアップして、お肉が焼けるようになりました。さあ、今日はね、ここ炭鉱をね、作っていきたいと思う。炭鉱を作るって何？って感じなんだけど。わ、でっかいな、これ。建てれるかな？わ、若干無理。若干足りんな。ちょっぴり島を拡張しなきゃいけないかも。そういえばこの結構最初の頃からずっとあるトレードっていうアイテムだね。木1000個で建てることができるんだけど、1マスで作れるのか。1マス優しいね。どこにしよっかな、ポチッとな自分の家の真下に作るっていうよし、早速入ってみよう。あー、なんだこれ、ネザーゲートみたいな、ちょっとワープできそうな場所だね。よし、行ってみましょう。こっち、わ、なにこれ、どこ、え、本当にどこ。あ、わかった、空だ、ここ海の上だね。すごい、なにここ、トレードっていうのがある。あー、なるほどね、コインを使って木とかご飯に変えることができるんだ、すごいじゃん。え、ちょっと買ってみよう。ご飯とお肉は結構あるんだよね。こう木が欲しい、木めっちゃ欲しい木をいっぱい、こんなんでどうかな。イエーイ、よかった。これでだいぶね木集めるの大変だったんでかなり楽になりましたね。これ帰るときは上から帰るといいのかなこの帰り方でいいのかな。イエーイ、うわー、あ、びっくりした、自分の島にちゃんとテレポートしてくれた焦る、びっくりした。よっしゃね、さっきね建てれなかったこれで多分炭鉱がね作れるようになったはずなんで、やっていきましょう。お、できるね、これでポチッと。おー、炭鉱だ、トロッコもついてる。で、こ
こにお仕事する人をセットして、あ、掘り始めてる。これで新しい素材がゲットできるようになったのかな。お次はね、このスミスって書いてある、多分ね火事場だと思うんだけど、これをねここに作っていきたいと思います。ちょっと設置が難しい。よし、いけた。こっちで、ここで多分さっきの炭鉱で拾ってきた鉄とかをね作るんじゃないかなという予想なんですけど、おー、すごい、なんか釜とか斧とか作れるようになってる。釜でしょ。お、釣り竿に剣、ピッケル、ゴールドの釜とか出てきましたね。早速このスミス、家事やってくれそうなブライアン君にしよう。ブライアン君かなり顔いっちゃってるね。面白い。じゃあブライアン任せたよ。できるかな君。不安だな。不安しかないな。ほい、ブライアン君のために屋根付きの家に変えといたから、ちょっと頑張ってね、いろいろ作ってみてほしい。期待しているよ。無人島生活4日目、ついにですね、見てください、かなりね進化したサッチ帝国です。ご覧の通り、建物もね、最初のテントから家に変わりました。しかもこの家ね、なんと2人も住めるんですよ。めちゃくちゃすごくないですか。さらに炭鉱事業とかね、あと農村も羊をどんどん増やして、もう料理もね結構町らしいね町になってまいりました。というわけでサッチ帝国完成です。イエーイ。最後にね、みんなにこの島の形がね何に見えるか問題を出したいと思います。それではご覧ください、どうぞ。てん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 。